なんか最後のゲームがこっち。こっちですか。熊谷に案内され別室へ向かう4人。すると。あれ突如室内に響き始めた謎の音。果たしてその正体とは。何の声なの。あれ何してんの。あれいじらなくていいんじゃない。帰ろう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 待って待って旅館に着いてからこの出番のためみんなに見つからないよう1時間隠れて待機していた日笠陽子。いつもっぽくない服だね。うるせえよいつももっとの漆黒の堕天使みたいな。確かに漆黒天使どうも日笠陽子と申します。よろしくね5人になったメンバーが最後に挑戦するのはランダム温泉卓球。クリアの条件は簡単、10回ラリーを続ければ OK。 ただしラケットはこの中からくじで選んでいただきます。これとかさ、ラケット無理じゃないこれこんなん売ってんの。よく見つけてきた。これ私も作ったのかな。はい、入って。これ私も入っていいやつ。はい、あー、どうしようか。ちょっと考えてくるから。指数になるけど大丈夫早速くじを引き、5人それぞれの相棒を決めていきます。はい、私はおスリッパ。いいじゃん。まあ、まあ、やれるよね。面はありますわ。じゃあ次、ちゃん先、うん、ちゃん先はあ、フライパン。あ、一番これ、ね、いいやつ。面積が多いじゃん。岡本くん、これ見ちゃった。なにカラーバット。もうお前は違うなじゃん。カラーバットじゃないね。僕は水だけ。これマジかよ。絶対ラリーできないよ。ブロワー。ブロワーってどれ。ブロワーって何これわぁ、やっぱ思ってたからこれなんだよ。すごいね。これすごいよ。これすごいね。言ってたじゃん。中学の時ブロワー部だったって言ってない。言ってない。そっか。5人の相棒はそれぞれご覧の通り。10回ラリーを成功し、夕食前後品を獲得できるのか。まず最初はこの2人が挑戦。まずは岡本くんのカラーバットと日笠のブロワー、はい、コンビです。戦いだよ。ブロワーって何。じゃあ10回目出してお願いします。ごめん、カジ君、もう一回、本当もう一回、もう一回。ちょっと風で風になってみるわ、はい、一回、はい、いきますよ、せーの。じゃあまず最初のペア行ってみましょう。そうね、なかったことにしないで。姫のスリッパとちゃん先のフライパンでございます。ちょっとね、卓球がね、卓球がね、もう一回やるか。やろっか。じゃあお願いします。はい、せーの。うわ、怖い。おぉ、これいける、これいけるよ。いけそう。一番いける。いいよ。面があるだけ、面があるだけ。いいな。やれれば。お、あ、あ、やっぱ続くのって難しいよね。ね、でもフライパンは割とやりやすい。そうだね、割とやりやすい、うん、重いのだけがなくて。ちょっとカジ君、ちょっとカジ君やってやりなよ。見せてやりなよ。カジさん、4番いいですか。いきますよ。はい、よーい。おかしい。あ、すごいすごいすごい。いけるいけるいける。あ、すごい。いける。カジ君いける。これ、カジ君すごい。いける。うまい。カジ君うまいよ。今何回。うまい。5回ぐらいいったよ。5回以上いってたかも。うまい。できるできる。よし、これもう成功したよ。いこう。せーの。はい、1、2、3。カジ君いける。本気モード、本気モード、よし。靴下脱いでやって。チューニング、裸足になり本気モードの家事。ミニラケットとフライパンでまさかの成功か。はい、うん、あ、すごい。6、7、8、9。今の何回なの。9。どうすんの。どうしよう。これじゃあでもダブルスダブルスいいね。ダブルスいいよ。
今さらダブルスでやった方が楽なことに気づくメンバー。この勢いで10回ラリー成功なるか。よーいスタート。1、2、3。あ、でもちょっと上手くなってブロワーの使い方が上手くなって。はい、行きましょう、せーの。1、2、3。あ、惜しい。できてるよ、惜しい、すごい、惜しい。うまいとこ行ったね、今。意味ないとこ。俺フロア使ってる。いいよいいよいいよ。じゃあこれやりたい、これやりたい。はい、1。いけそうだね。うまいよ。でも押し返すほどの力はないんだって絶対。うまいし。でもいくよ、これ俺スタートは無理だけどな。うまいよ。ちょっとブロワーに限り今の兄にしてもらっていいですか。すごい、俺何でも使えるかもしれないですか。これでも打ち返すも大変。なぜかブロワーを使いこなすカジ、しかし全くラリーが続かない。ちょっと、ヒカサさん、ワンパンして。まず、いくよ。はい。レッツ。ちょっと待って、俺普通にやってるけど何なのこれ。なんかできちゃってるけど。すごいね、おかしいよね。ブロワーだと全くラリーが続かないので、相棒を変え再びチャレンジ。いってみようか、うん、せーの。1、ごめんなさい。というわけで女性陣は応援に回り、カジ・岡本ペアに運命を委ねることに。なんだ、全部ご飯やったー。